はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ皆さん見てください。ようやく終わりました。全職業レベル99達成です。ようやくだね。時間かかったわ。レベル70から99までの必要経験値がエグすぎる。70までは確か380万とかだよね。それからプラス1000万の経験値よ。それから3倍以上必要になってくるので、これね、全部をレベル99にするって相当きつかった。めちゃくちゃきつかった。んで、あのね、残念なことがあって、この下級職、戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、盗賊、旅芸人、こいつらのステータス、パラメーターがどうしてもね、上級職にね、及ばないのよね。全く及ばない。なので、この下級職を使うメリットがあんまりないんですよね。オンラインみたいに、下級職でも強いステータスがあればいいんだけども、オフラインはね、ステータスでね、ボロ負けしてるので、下級職がどうしても弱い。旅芸人は、唯一の技とかあっていいんだけども、他がなと思うんですよね。遊び人はやっぱり別格でしたね。最終的に、パッシブで、力、身の回り、素早さ、器用さ、魅力とか、そのあたりがね、全体的に上がったっていうのがでかいんだけども、下級職も最終的にそういう風に上がってくれればよかったな。で、俺がね、一番残念だったのは武闘家。武闘家のね、力の弱さが残念すぎる。力と素早さに優れた最強のテンションの使い手でしょ？力と素早さに優れてんでしょ？なのに、力341ですよ。341。賢者より若干強いぐらい。魔法職より若干強いのが、なんだ力に優れたって。そんなことないでしょうが。いやー、もうちょっとね、せめて400ちょっと力があってくれればよかったんですけども。いや、残念ですね。でも、武闘家は、技ちょっと変わりますね。技がね、強いので、もしかしたらバトルファンタズム使えるんじゃないかなとは思ってます。武闘家の新しい技のこれ、タメルさんがね、 50% のテンション上げるので、2回上げることが できれば 100% でしょね。で、それから、行運流水使えば、4ターンテンションを維持してくれるので、最大7ターンぐらい、そのまんまの状態で、必殺技打ち放題になるので、攻撃力次第とは思うんだけども、強くなるかなとは思います。格闘の爆裂脚があるんで、これをね、7回連発で使えれば、相当強いとは思うんですけどね。ちょっと今度ね、バトルファンタズムで、武闘家でちょっと試してみようと思います。はい、ということで今日はですね、全キャラついにレベル99なりましたので、お知らせでした。残念なところもありましたね。ステータスが、下級職が弱すぎるっていうのが。はい、でも全員がね、レベル99になって、この黄色い色になったらね、気持ちいいので、はい、あげれる人はあげてみてください。相当時間かかりますけどね。はい、頑張ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。